んだね。もうすぐ三五宮様との約束の日だ。そろそろ出発しよう。準備はできたかな？まずは渡墨島の軍営に連れて行ってあげるよ。もし途中で船酔いしたらすぐに僕に言ってね。でも君は南十字戦隊にいたことがあるらしいから大丈夫。よし、じゃあ出航だ。
物が釣れたようだ。揺らぐことなし。ここだよ。ここが僕たち渡墨島軍隊の今ある抵抗軍はほとんどが渡墨島本土の兵。一部の人はタタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は鉄兵も昔ここで訓練してたのか。うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて。タタラスナのた僕はしばらくここにいるから、何か用が。もし僕がいなければ書き置きでも残し。ああしまった。もうすぐ産後の今度また君に渡墨島を紹介するよ。今はまず産後の宮まで行こう。産後の宮、それって産後の宮ここみが住んでるところだよな。行ってみようぜ。足元に気をつけて。何はともあれ兵糧は最重要事項です。少しの誤り、我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。軍隊の拡張？それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは。ん？鉄兵じゃないか。お前渡墨島に戻ってたのか。その方は。へへ、産後の宮様のお客さん。僕は彼女を渡墨島に連れてくるためにここに。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、放つ矢は百発百中、そして体は金剛のように硬い、あのし。なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからにはきっと何か急用があるのでしょう。これ以上では産後の宮様、私はこれで失礼します。産後の宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のこと。少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡墨島の構想を支援するために大量の物資を送り、そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。実を言うとこのことについて私は疑念を抱いているのです。ただ
渡積島の資源はあまり豊かではないので、相手側の要求も度を越したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗って、彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。もちろん、警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたら、すぐに私に三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか。何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでます。ご安心を。もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろん、お酒は許しませんが。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからと、今後は私も、後方勤務部隊とそう、しかし、我々の物資は有限ですので、勝利するまでは、もう少し我慢してください。じゃあ、メガリレーはいつ終わるんだ？その質問は、私にも答えられません。メガリレーの発令は、もともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も、態度が少し変。天領奉行が突然メガリレーを、それらの謎を解き明か、今一度、確認させてください。渡積島と抵抗軍の現状について、わかりました。渡積島特別行動隊、メカジキ二番隊の隊長に任命します。メカジキ二番隊？メカジキ特別行動隊に加入するだけでも困難なのに、一気に隊、おきて破りの任命ですが、やったメカジキ二番隊は現在、本島南西の山岳で待機しています。委任状はすでに用意して、特別行動隊にいる者は、じゃあ、僕は、三五宮様、僕に何かできる作戦など、僕も、抵抗軍に、もちろんありますよ。の、任務を完璧に遂行することを約束します君はメカジキ二番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。じゃあ、おいら。フラク
あなたが新たにメカジキ2番隊軍でも、以前からあなた、簡単に言えばあなたが従う価値のある方かどうかです。それってどういう。普段であれば直接戦ってみれば、ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。命を捨てに来たか。これでどうだ。逃げようなんて思わないでよね。はあ。天理チョーク。はっ。またとく間に。ここまで。はあ。剣女盤石。いや。ダメ。甘い。付き合い。はっ。いや。はっ。ここまで。はあ。なかなかやりますね。自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬です。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものよ。そうだな、渡辺島と幕府軍は。